いたいた。今週最後の集会を始めよう。集会？ああ、ミーティングのことね。なんだか怪しい雰囲気があるから集会って言わない方がいいよ。今日の企画、聴取者の聴取者ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスのテイトモエです。こんばんは、伊藤美久です。反省してる、落ち込んでる。いいえね。聴取者、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 確かに言いにくいな、聴取者。くそ、リベンジしよう。はい、はい。木曜日はこちらのコーナー、ピッポングランプリ。このコーナーでは番組から提示されるピクシスに関するお題に対するリスナーさんからの大喜利回答を募集し、私たち2人が判定していきます。2人とも丸が出てるであれば、ピッポン獲得となります。はい、こないだやってましたからね。さあ今日は、はい、萌えさんが読む感じですかね。はい、今回募集していたお題は、わざわざ耳打ちすな、萌えさんがミクさんに言ったこととは、です。はい、では、はい、メール紹介していきますよ。早速いきましょう。まずはピクミンネーム小次郎さんの回答です。わざわざ耳打ちすな、萌えさんがミクさんに言ったこととは。今日のオープニングうまくいったね。言ってない。今日の今日に限って言ってないのよ。はい、はい、じゃあ判定しましょう。はい、こちらの回答は、まあ、しょうがない。今日は流れがうまくいってないもん。うまく、まあ、私はうまくいったかもしれないけど、ミックがうまくいってなかった。うまくいってないもん。嫌な感じ。自分がうまくいったからって失敗した人耳打ちするの嫌な感じ。オープニングうまくいったね。嫌味でしたね。嫌な感じ。嫌な感じ。じゃあ続いて、ラジオネーム、ラジオなしには生きられないさんからです。わざわざ耳打ちすな、萌えさんがミクさんに言ったこととは。今日の靴下穴開いてるんだ。うん、うん、では判定しましょう。こちらの回答は、本当になんかわざわざ耳打ち砂感があるシンプルになんか言いたくなったもんね。耳打ち砂って言いたくなったわ、うん、確かにね。穴は開いてません。たまに開いてます。たまに開いてます。穴開いたら捨てます。たまに開いてます。捨てます。じゃあ続いて、続いていきましょう。ラジオネーム、ゲッチーさんからです。わざわざ耳打ち砂、萌えさんがミクさんに言ったこととは。茨城じゃなくて茨城ね。うるせえな。これはうるせえな。うるさいなってなる。では判定しましょう。こちらの回答は、ピッポン。茨城ね。永遠に茨城って言ったんだろうね、ミクがね。茨城。もうたまらなくなったんだろうね。茨城、茨城って言っちゃったんだろうね。じゃあ続いて、こっそり、ナショネーム、トウケさんから。わざわざ耳打ちすな、萌えさんがミクさんに言ったこととは。さっきニンニク食べてきた。ガイじゃん。やめてよ。ニンニク食べたやつで耳打ちすな。耳打ち、ここはやめてよ。ガイよ、ガイ。では判定しましょう。こちらの回答は、おもろいですね。ピポン。普通にガイだからね。おいって。耳打ちすなっていうか近づくなだよね。どっちかっていうとね。では続いて、シルバーさんからです。わざわざ耳打ちすな、萌えさんがミクさんに言ったこととは。ミク、今日もなで方かわいいじゃん。では、判定しましょう。こちらの回答は、あ、いいんだ。ピポン。いや、嫌ですよ。一生隠し通すつもりでいるんだからさ、こっちは。バレバレで、バレバレで。こっちは隠し通して生きていこうと思ってる。鬼なで方。私、人類で一番ミクがなで方だと思ってるもん。人類で一番。人類で一番。そう、トートももうリュックも無理なんだから。てか、ランドセル自体困ったでしょ。めっちゃ困ったよ。これが普通。ミクちょっと下ろしてみ。うん、これが普通。はい、下ろして下ろして。おもろいんだよな。それだって私本当にこれが一番降りてる状態だ だよ。はい、せーの。首伸びんだもん。なんか好きなんだよな、これ。なんか首伸びちゃうんだよな。いいじゃん、首長いの浴衣とかにも似合うからいいんだよ。なんかこうウィンってやると気持ち悪くなっちゃう。いい、
はい。倉月さんの回答です。わざわざ耳打ちすな、萌さんがミクさんに言ったこととは？キャッキャッポリ！うるさい。では判定しましょう。こちらの回答は、せーの。ピッポーン。これモノマネのレパートリーの中の一つですかね、萌さん。トゲピーですからね。あ、まだいける？はい。アップルさんからです。わざわざ耳打ちすな、萌さんがミクさんに言ったこととは？ピクシスの綴りは PYXIS です。では判定していきましょう。こちらの回答は？あ、ダメですか？もうほんと、もう頭にこべりついてんだからそれ。U 担当だもんね、ミクが。U 担当何年言ってきたと思ってんの？確かに。もう忘れようとしても忘れられないんだから。もうこれ台本見なくても言えるもん。言えんだから。わざわざ言う。もううるさいってなっちゃう。もう分かってっから。はい。というわけで以上になります。ではここで次回のお題を発表します。ちょっとやだなこのお題。ちょっとやだな、ね、これ実際やったやつじゃん。一本グランプリ最近のやつ。この前のやつ。はい。ちょっとやだな。ではお題は、伊藤美久が鬼越トマホークの喧嘩を止めた時に言われそうなことを教えてください。悪口だろ、絶対。うるせえな、お前なんて親なんだろみたいなやつです。うるせえな。わからない方、一回鬼越トマホークさんのネタ見てみてください。納得すると思います。うわぁ、怖っ。楽しみ。怖っ。もうメンタルが死んじゃうかもしれない。お題、でも実際あったからね、このお題ね。確かにね。おもろ。どうなることやら。はい、たくさんの回答お待ちしています。以上、ピッポングランプリのコーナーでした。ではここで一曲おかけしましょう。ピクシスでポップアップドリーム。ピクシスの夜空の下でミーティング。エンディング。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナーでのお手やりをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で、ピクシスアンダーバー RF アットマーク JOQR.net、 ピクシスアンダーバー RF アットマーク JOQR.net。 ピクシスの綴りは PYXIS です。でも一本グランプリとか出てるとさ、なんか自分が回答者になったらどうしようの気持ちが先走ってさ、なんか穏やかに見られないんだよ。答えようとしちゃうんだ。そう、答えようとしちゃって。もう芸人じゃん。自分でも考えながら見るから。でもわかるでしょ。すごいね、大喜利ってすごいよ。常連組がもうやっぱレベチだね。うん、感動しちゃった。あれはもうすごいです。大吾さんも惜しかったけど、めちゃめちゃおもろかった。うん、大吾の大喜利も大好き。言い方だもんね。というわけでこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌とピクシスの伊藤美久でした。また来週この屋上で会おうね。バイバイ。